ふふふられた、ふふられた、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 ふふふられた、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 もうどうにもならなくて、大事な何かが揺れて、言い訳とそれだけで胸に刻むものはない。告白したあの時のこと、頭の中息ついて、振られちゃったよ。あの時の僕は何も言えず立ち尽くしてたんだ。左右田真嗣の恋愛相談室、今日も始まってまいりました。よろしくお願いいたします。今日もお便り届いております。ラジオネームベロンチョさんからです。最近彼氏ができたんですけども、全然相手してくれません、どうしたらいいですか、左右田さん教えてください、ということだそうです。ありがとうございます。本当爆発してください。では次のお便りです。ラジオネーム恋するうさぎちゃんからです。やっと好きな人と付き合えたんですけど、ドキドキしすぎて手をつなぎたくても言い出せません。このままでいいのでしょうか、教えてください、ということだそうで、はい、そのまま行くとですね、きっとわかります。はい、ですがそんなあなたに聞かせたい曲があります。左右田真嗣で振られちゃったよ、どうぞ。振られちゃったよ、だけどもう一度恋がしたい、光も見えてきた。振られちゃったよ、君によかったと今は言える、それじゃさようなら。振られた、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 振られた。子供がちっちゃい子供が拍手。